始まりました。今月のマヨバガールズをご紹介しましょう。まずはですね、マヨバガ虎の穴枠でございます、マナミユーリちゃん。はい、こんばんは。あなたの心に通信制限、マハことマナミユーリです。そのマハちゃんに、はい、マヨバガ虎の穴 MC のブー藤原さんからコメントをいただいていますので紹介します。マッハーさん、はい、あなたはいつも声が薄い、季語はいつもです。マイペースすぎて困ってますという絡みづらいコメントいただきます。これこの絡みづらいコメントのせいで僕らが困ってます。ブーさん本当にどうも、すいマッハー反省しないよ。さあ続いて今月の推薦枠でございます。推薦枠まず1人目、高村美咲。イエーイ、こんにちは、みさみさん。とりあえず元気っ子、高村美咲です。よろしくお願いします。こんな感じなんだ、こんな感じなんだ。あ、こんな感じにしてみました。じゃあいつも変えてる感じの。そうですね、割と自由な感じで。なんかこの番組に呼ばれたってことは私アイドルなのかなって思って、アイドルなのかなっていう人が来るんですよ。ありがとうございます。そんなの困る。ほら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 、もうだいたいみんな見てる人たちがこうやってアイドルなの。お願いします。さあ推薦枠2人目、原口美穂さん。はい、原口です。本さん、私は生まれは三重県、育ちはアメリカ、出身は熊本になります。原口です、よろしくお願いします。やっぱね、原口って大体アメリカ多いですから。アメリカ行ってたの、留学？アメリカに、いや、小さい時に住んでました。15歳まで。15まで？あ、じゃあ一緒だ。なんでそっちに寄せようとするの？ちょっと父方が福岡なので。ほら、お父さん一緒？お父さん一緒？お父さん一緒？お父さん一緒だったら大ニュースです。よろしくお願いしますね。ここからは継続枠でございます。第5位、加藤圭ちゃん。はい、こんにちは。加藤5位まで落ちた。ああ、そうなんですよ。なんでですかね。なんでですかね。でもここの席落ち着きますね。なんかこう見下ろしてる感じ。わかる、そこ好き。そうなんです。変わり。本当先月までそこね、中山ちゃんがボーっと座ってたから。安定の席だった。そこボーっとしてた中山ちゃんが4位なの？第4位、中山さやか。はい。ついにやってきました、念願の前列です。よろしくお願いします。前列やね、前列の一番そっちって映りにくいんだよね、逆に。え、そうなんですか。津田がだからガンガン大きい声で喋ってた。クロス会話です。そして第3位が、はい、津田夏美でございます。はい、長崎県出身の田舎っぺガールです。そろそろうざいかもしれないですけど、まだまだお願いします。津田ちゃん、どうしよう、足の甲両方骨折しちゃった。だいぶ包帯巻いてるけど。ちょっともう歩けないんで。ギブスではないということで。はい、違います。第2位、この笑顔を新たにお届け、金が一番美少女のふーちゃんこと上村あさこです。ダイジェストでお送りします。さあ第1位、今回のバトルクイーンに輝いたのは鬼塚真紀。君と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 手を取り合ってたいんだ、シンガーソングアイドル鬼塚真紀です。ありがとうございます。やっと下克上できました。リアルタイムでございます。ご褒美、用意、スタート。君が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 いれば何も怖くないんだ。はい、鬼塚真紀、川崎ではすごく有名な天龍さんという銀座街天龍中華料理屋さんで、実は鬼塚真紀のコラボメニューが決まりました。2月1日から鬼塚のジャージャー麺というタイトルで、めちゃくちゃ可愛いメニューと、あと限定200食なんですけど、コースターとかも限定でつけております。よかったらぜひ食べに来てください。お願いします。写真入れてるな。俺天龍の写真が、俺天龍さんの写真もらえないんですよ。
ぜひ遊びに行ってください。さあ、というわけで今月もこのメンバーで盛り上がっていきましょう。今回の企画はこちらです。ホステスを決定戦。素敵なアイドル、みんなみんなあなたもムイボニータ。ワンダフォー。ワンダフォー。ハー、ビューティフォー。芸能界といえばですね、まあ、立ち回りが何より大切なんですけどね、究極の立ち回りといえばですね、僕が思いですよ、新宿、いやいや六本木、いやいや銀座のホステスさんだと僕は思うんですよ。やっぱりこの接客術、いろんな意味で素晴らしいです。まあ、その接客術があるかどうかをちょっと挑戦していただきたいなと思っております。別に銀座のホステスになれとは言ってません、ね、うまい、人間付き合いうまいことこう大人と接していけって話ですよ、ね、さあ月子先生、このねやっぱお客さんをこうもてなすといいますか、こう大切にする、はい、そういった意味でのこの力っていうのはやっぱアイドルにとってどうなんですか。やっぱ大切ですよね。大切ですよ。やっぱそれがなかったらファンの方に何を求められてるかってわからないと思うので、それを察知して表現できる瞬発性も大事なんじゃないかなって。そうなんですよね。電話占いのマヒナで絶大な人気を誇る鑑定士月子先生がマヨバカのご意見番を務めます。今回の企画はホステス王決定戦。ホステスに扮したマヨバガールズたちがお客様をおもてなしする接客にチャレンジ、お楽しみに。第54回マヨバガールズバトル開幕。今月参戦するのはこちらの8名。鬼塚真希、上村風子、津田夏実、中山さやか、加藤圭、原口美穂、高村美咲、真奈美優里。さあ、今月も始まった現役アイドルのリアルサバイバル、勝利を手にするのは一体誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシュバラホームページをチェック。マヨバガールズ未来の鑑定士発掘バトル。こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します、はい、その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます、うん、得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください、はい、今月のカードはエンジェルオラクルカード天使の癒しです。迷ってしまう時やあと少しだけ背中を押してほしいときに力を分け与えてくれて、新しい自分を見つけることができるカードなんです。今週の占いのテーマは金運です。金運でございますよ。はい、対決は鬼塚ちゃんとマッハちゃん。いけー。はい、聞いて見せてください。ドン。鑑定開始。これからちょっとまだまだ頑張ればお金も入ってきて豊かな生活になっていくでしょうというカードです。そこまで。もっと周りをちゃんと見渡していけば助けてくれる人とか、そのお金がさらにここから上がるような、そういったヒント山ほどあるよっていうことを教えてます。ちょっと自分の胸の中悩みっていうのを素直にいろんな人に話してみましょうっていう、そういうカードになります。必ず金運上がりますから。おーい、何点でしょうね先生。じゃあ67点で。67点ありがとうございます。聞
張するやろ、初めて。緊張します。システムが大丈夫、どうしよっかな。痛くないのか。どういうことですか。これで初めて言ってるから、初めて言ってるから。鑑定開始。お家にバラが植わってるんですけど、うん、バラの手入れをしながら、うん、毎日、うん、その天使の女神さんは、うん、お花をあげるいい人なんです。おー、いい人なんです、はい、続きますよ、お話が。いい人なんです。いい人なので、はい、いいことをしていると、はい、誰かが見てるよ。そこまで。もっと自然に触れなさいっていうカードなんですね。あんまり引きこもってないで、例えばちょっと自然のあるところとか空気きれいなところに行くとか、そうすることで自分の本来の力とか元気とかそういうものが蘇ってくるので、そういったものさえ蘇ってくれば金運という面でもお金上がってきますから、もっと外に出てちょっとふーって一息つける、そういう時間を積極的に取れば、はい、あのまたよし、じゃあお仕事頑張るぞとか、そういう活力いっぱい湧き上がってくるので、ちょっと今の時期は積極的に外に出て自然に触れるっていうことを心がけてください。はい、そういうカードになります。ありがとうございます。はい、何点でしょう、マッハは。30点です。30点、はい、30点です。今回の勝者は鬼塚ちゃん。おボス、無理を言ってやってもらってすいません。お前の方からコンタクト取ってくるとはルール違反だぞ、ファルコン。分かっています。貴様らエージェントはこちらからミッションの指令があるまでは組織の用意した身分、職業、そう、世を忍ぶ仮の姿で世の中に溶け込んで暮らせ、そう伝えてあるはずだ。そのことなんですが、ボス。なんだ。もう辞めたいです。何？ファルコン、お前まさかエージェントを辞めたいというのか。違います。世を忍ぶ仮の姿の方をやめたいんです。なんだと？土木作業員、めちゃめちゃしんどいんすけど。ん？いや、この仮の姿、エージェントの数倍しんどいんすよ。土木作業員の何がしんどい？朝早いんすよ。朝5時に起きて夕方6時までみっちり仕事、これ週6回ですよ。ああ、もうこんなんじゃね、エージェントの仮の姿が土木作業員ではなく、たまにエージェントをやるただのよく働くおじさんです。情けないこと言うな、ファルコン。いいか、貴様も知っているように全てのエージェントは普段そのように仕事をしている。今度聞きますけど、ああ、イーグル、あいつ今何やってんすか。あいつはパイロットだ。じゃあシャークは？医者だ。パンサーは？プログラマーだ。で、ファルコンが？土木作業員だ。なんで？なんで？ん？いや、俺だけゴリゴリのガテン系ですよ。そうだな。いやいや、ちょっともうボス、変えてください。無理に決まってるだろ。いいか、ワルコン、貴様エージェントとして選ばれし男だということを忘れるな。班長、こっちでも選ばれてるんですよ。もう給料もね、超えてきそうなんですよ。貴様ちょっと世の中に溶け込みすぎだな。何で怒られてんねん。研究生がフレッシュに登場。イエーイ。原口さんとの共演を目指し、ツイッター投票撮影会、マシュマロチャットで勝ち抜けを取る、皆さんよろしくお願いします。お願いします。まずはルールを説明します、はい、ガールズの皆さんにはホステス役を演じてもらい、うん、お客さん役の原口さんをおもてなしをしてもらいます。はい、はい、制限時間は3分です、うん、短い店だな。それでは参りましょう。最初のホステスさんは津田ちゃん。はい、頑張ります。いらっしゃいませ。あ、いや、いらっしゃい、いらっしゃい。何、名前なんていうの。あ、夏美って言います。あ、夏美ちゃんっていうの。ここ変くないですか。いやいや、全然大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですか。え、夏美ちゃんは、はい、いくつ。あ、23になりました。
23、はい、見えないね、全然。どっちの意味ですか？いや全然見えない、見えない。どっちの可愛い子ちゃんだな。ありがとうございます、超嬉しい。マジでチェックチェック。すだちゃんが一生懸命頑張ってるのは伝わってきたんですけど、会話ってやっぱキャッチボールだと思うのでなかなか難しかったのかなって思います。じゃあそれでは原口さん、はい、今の接客を10点満点で点数をつけてください。はい、3点です。毎回ボディタッチ多かったですけどね。あれはねボディタッチって言わない、ね、あれはね暴力。続いてのホステスさんは小室ちゃん。はい、頑張ります。あ、来た。いらっしゃいませ、失礼します。かわいい。嬉しいです、ありがとうございます。いいの、めっちゃ嬉しいじゃん。いくつなん？まあ、24です。24、ということはだいたい28ぐらい。28になる。すごい、女の子と遊び慣れてそう。だって、だいたい分かるもん、だって、お酒作ってもらってもいいかな。すいません、何飲みますか？焼酎。焼酎。あ、氷。やだ、入れたくない。ロックでいいですか？水割りで。はい。緊張してるのかな、はい、混ぜた。指。ちょっと待って。え、いくつ？え、28です。35だよね。すいません、厳密に27です、まだ。27？ はい。本当？本当です。あんまりそのノリがあんまりちょっと乗っていけないんだよ。本当ですか？とりあえず飲んだ方がいいですよ。うん。濃いな。濃いな。水出します。水じゃないですよ、酒だよそれ。麦焼酎イボではってどうするんだよ。点数をお願いします、どうぞ。星1つ半です。1.5 点。 1.5。 さりげないボディタッチが一箇所ありましたよね。あ、嫌だったんだ、気づかなかった。混ぜたって言った時に、うん、手に手を添えてこう混ぜましたよ。お、さりげない、そのさりげなさで 1.5 点あった感じ。続いてのホステスさんは鬼塚ちゃん。お願いします。いらっしゃいませ、こんばんは。あの、よかったら大人。怖い、なんか。いや、よかったら隣って、お前指名されたんやから。ありがとうございます、失礼します。おかしなこと言うな。俺がここ座れんで、ここ座っていいですか？おかしなこと言うの。名前なんていうの？あ、マキです。マキって、マキってどう書くの？どう書くの？真実の真に、真実の真、糸編に己で、糸編に己。あ、マキか。あ、はい、俺の姉と一緒やから。あ、本当ですか？リアル、リアルやな、これ。嬉しい。リアルってことは原口の姉と一緒だ。何飲みますか？俺も焼酎。焼酎で。焼酎。水割り。水割りで。氷少なめ。少なめで。氷少なめやないと、もう明日の朝、わーな。明日の朝、わーや。氷少なめ、氷少なめ。虫や。虫や。すいません。何これ、虫や。せっかくちょっと、言っときます。すいません。ええね、虫に好かれんねん、俺は。え、そうなんですか。冗談や。ありがとうございます。虫にも好かれる、そういうこっちゃ。どこちゃん。どこちゃん。なんか飲んない。いいですか？これちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これは何や？あ、頼んだらお金つくんかい？あ、こちら一緒に飲ませていただいて。おいでんかい。はい。お、女はこれ飲め。いいですか？ありがとうございます。もうこれで。女。ありがとうございます。じゃあちょっと乾杯いただきます。自分のだけよけませんな。俺のあんま混ぜんで、もう自分のだけ。自分のだけガーッやってね。それでは原口さん、はい、点数をお願いします。意外とね、4点なんです。いや、そうなんですよ。そう
さあ続いてのホステスさんはまなみちゃん。はい、行ってきまっは。ご指名ありがとうございます。マッハです。お隣座ってもいいですか？寡黙なタイプかもしれない。失礼します。これ難しいぞ。今日はどこから来たんですか？喋んないじゃん。映画の設定なんて。あ、お仕事されてたんですね。お疲れ様です。湾岸署で遊ぶやつなんていないな。そうでした。大変だぞ。ね、お昼ご飯何食べました今日？社員食堂でカツ丼だ。あ、ご飯が好きなんですね。マハもご飯好きなんですけど、蕎麦派かうどん派どっちですか？お米が好きだって言っただろ。俺は秋田出身で秋田小町が大好きだ。そうなんですね。秋田出身、寒いところは好きですか？秋田だっつってんだろ。寒いに決まってるだろ。嫌いなとこに住むわけがないだろ。頑張れ、頑張れ。あ、お酒何飲まれます？考えてるのかな。日本酒。冷やと圧と常温はいかがしますか？圧で。圧で。お待たせしました。おちょこ、おちょこ。ご覧のそんな告げる方。なんてやんない。君は飲まないのか？あ、いただいていいですか？一杯だけだぞ。ありがとうございます。でも意外とケチ。オレンジジュースください。ちょっと待って。確かに。お前いくつだ？私は二十歳になりました。二十歳がオレンジジュース頼むわけないだろ。お前、はい、未成年だな。いや、確保。確保される。やばいやばい。ワンマジュって感じ。いいよ、オレンジジュースでいいよ。じゃあ、じゃあありがとうございます。チン。下ネタか。乾杯の音でした。下ネタだろう。ここはそういう店か。いや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 、あれどなたかに似てるって言われませんか？世の中に似てるやつは3人いるって言われて。そういう話じゃん。はい。会われましたか、他2人と？さあ、それでは点数をお願いします。 3.5 点。お、意外とね、まあテンポは良かったような気がする。あんまりこう間が、こう難しい相手に対しても冷静に接客してたような気がする。確かに話しかけてた。あと笑ってたからね、よく。はい、間が長いんですもん。俺のダメ出しやめろよ。続いては今週ラストです。はなさん。はい、お願いします。はなさん、こんにちは。やだー、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 いいの、私、こういうの始まるー。いやいやいや、困ったー。なんで来たとこじゃない。女性ってこういうとこでいろいろ刺激を受けるわけ。いろんなお客さんが来た時に、あ、この人こんな感じかなって。なにー、お客さん、お客さん、やだ、真面目。女性なんですか？おかまー。なにー、女性ではなー。正確に言うと女性じゃなー。なんですよね。現実だー。やだー。マジかなんか飲みません？すいません。この間どうしました？長く付き合った彼と、終わりを迎えたわけ。え、でも結局私はあの子からしたら財布お金。でも男性と男性ってどうやってやるんですか？あんたに何で教えなきゃいけないの？
気になっちゃった。え、教えてくださいよ。彼氏いるの？彼氏います。どのぐらい付き合ってんの？2年ぐらい。2年ぐらい、うん、え、夜はどのぐらい？夜は1日2回。気持ち悪い。やだよ。なんでよ。なんでよ。なんでよ。指入れちゃう。いいじゃないですか。過去に何人の男と出てきたわけ？怖いですか。そうですね、でも 2,3 人ですかね。 2,3 人、うん、現実幻かもしれない。幻、言い方が違う。幻。楽しいですね今日は。疲れちゃう。めっちゃ面白い。はい、それでは点数をお願いします。 0.5 点です。いや頑張りましたよ。でも人が悩んでるのに、隣でクスクス笑ってる。聞いちゃいけないかもしれないですけど、何かあったんですかって。なるほど。で、一通り話を聞いて、でもこういう日は飲みましょうぐらいのね。なるほど。そういうつもりで来てるからこっちも。女性本当はおかまだけど、女性として来てるから、女性にこう話を聞きたいわけ。なるほどなるほどなるほど。同じ女性生き物に。答えを求めてるわけだから。なんでおかまの気持ちめっちゃわかるんですか。はい、それではお時間となりましたので今週は以上です。はい、原口さん一度どうぞこちらへ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃめちゃ疲れてるじゃないですか。いやこれはあれですね、うん、あのいい意味で僕合宿所ですね。月子先生は誰が印象に残りましたか？私、一光さんがすごい印象に残りました。僕の印象じゃない。僕の印象じゃない。女の子の接客の印象です。すごいあのマハちゃんがとてもあの自然とこなしていたので、うん、意外とねお上手だなと思いました。普通に。ということで来週も引き続きホステス王決定戦を行います。お楽しみに。バイバイ。マヨバカ虎の穴で選ばれた優秀研究生を紹介する原口の穴。お前は誰だ。はい、こんにちは。女芸人コンビ危険物ティラティラの天使担当柳沢千奈ティです。コンビでやってんの？コンビでやってます。今ちょっとでも実は今日あの女芸人界一可愛いと言われてるこの千奈ティが、うん、特技を披露したいと思いまして、うん、オッケー。はい、うん、ちょっとじゃあ見てください。オッケー。そうこれね、うん、タバスコを一気飲みして後に甘い言葉を言うってやつ。頑張れ。もう2秒しかない。1秒終わったよ。溢れてる想いを君に伝えたい。どんな結末だったとしても答え合わせせず諦めるなんてできない。声にするんだ、声にするんだ、好きでずっと伝えるんだ。かわいいね。おるちゃんいくつですか？22歳です。ほら来ました、ダブルピースよ。これこそ美少女ですよ。そうですよ、本当に。その中選ばれた人と会ってるってことね、お互いが。はい、運命的ですよね。LINE、ね、交換しようか。あ、あいん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 、どうも、あいん。始まってんだよ、もう始まってる。ここにいるやつみんなわかる。